音が、丘音が丘は、大阪府堺市南区の泉川会駅、噴水広場前ステージで、原則として、最終日曜日に開催されていた音楽イベントである。2014年1月20日をもって、駅前広場でのイベントは終了。その後、音が、丘の名称を用いて活動している団体とは、実質全くの別団体である。年月より始まった音楽イベントで、 同年3月11日に東日本大震災が発生したことからチャリティイベントとなり2014年1月まで続いた。関西を中心に活動中、または関西出身のミュージシャンが無償で出演し募金を呼びかけるが、ミュージシャンが自らの CD 等を販売した代金は収入となる。毎月最終日曜日の昼12時に開演を、 原則としているが、6月には、地元のエル祭りが開催されるため、例外的に開催日変更となることもある。また、ウッテニア、テンカの場合は、開催場所が、ショップタウンに泉が丘うちちびっこ広場前ステージに変更となる。トリップトラップというユニットを組んでいた、シンガーソングライターで、ギタリストの谷川孝一とアコーディオンプレイヤー、翻訳家の武田新一の二人は、 無許可の路上演奏によって、警察等から中止命令をたびたび受け、許可を得て堂々と路上演奏をしたいと方法を模索していた。武田は2010年末までロンドンに在住し、日本との演奏環境の違いを感じていたが、2011年1月に夕食を食べに入った養老の滝泉が丘店で、オーナーに自由に演奏できる場所が日本にはないと話したところ、偶然、 泉ずみが丘専門展開の会長であったため、そこでやったら映画などの一声を受けたことで、武田は地元議員の協力を仰ぎ、泉ずみが丘駅前用地を管理するタウン管理財団へ、幾度となく足を運んだ末に使用許可が認められ、噴水広場前ステージで同年に1月に許可付きストリートライブとして始まった。2011年1月の初回の出演ミュージシャンは、 谷川孝一、武田慎一、昇格、竜太の三名で音響機材はローランドのストリートキューブ二台のみであった。二千十一年二月十二日より電源使用許可を得、谷川孝一所有のヤマハのステージパス五百をメインアンプとして導入。二千十一年三月十一日に東日本大震災が起こったことから単なる許可付きストリートライブではなく、 3月20日からは、チャリティイベントとして開催することになり、名称を泉が、岡駅前、チャリティライブとした。当日には、仙北ニュータウン地域最大の発行部数を誇る、タウン市、仙北コミュニティの取材を受け、掲載される。初年度の募金総額は259,902円で、あり、全額被災者、被災地のために寄付された。二千十一年十一月、 団長大武田と地元市議の命名により、正式名称を音が、岡音が丘に変更。2012年5月の撤収後のミーティングにて、漢字の渡田祐介の提案により、ローマ字表記をカタカナ表記にし、音が、岡音が丘と解消された。2012年3月より、イベントの締めくくりに、東北への応援歌、幸せ運べるようにを全員で合唱することとなり、7月より、 漢字の新母証拠による手話通訳付きとなる。2012年4月からは、石巻復興支援プロジェクト青空ロングビーチクラブと提携し、募金の全額を宮城県石巻市の学校や子どもたちのために直接寄付することとして、募金活動を継続。2012年11月団長武田が、団長権限による独自判断で、 石巻ジュニアオーケストラの代表者石垣教諭とコンタクトを取り、同団体への寄付を申し出、開諾される。2012年6月17日第1回、出張音が丘として、南河内群大使町で開催の大使聖得氏に参加。まさきき、渡田祐介が出演。大使町のゆるキャラ大使くんとのコラボライブであった。2012年7月より、 阪急高槻市駅前で音楽イベントを定例開催している高槻歌巻ステーションと相互交流を開始。7月17日の歌巻ステーション音のアライブに、小田智弘が音が丘からのゲストとして招かれ、7月29日の音が丘には、高槻より月日、小浜達郎を招いた。2012年9月30日の音が丘には、南河内軍大使長のキャラクター、 大使君を招いた。大使君、ショータイムでは TM レボリューションのホットリミットに乗って特技のフラフープを披露し好評を博した。2012年12月、初代団長の武田が退任、二代目団長として渡田雄介に後を託した。表向きは自ら辞任したことになっているが、渡田雄介と武田真一との間で、武田は表向きは 音が丘に関わりなしとするが、二代目、団長、渡田祐介の隠密として、裏に潜り、いざという時には創立者として、渡田のために動くとの密約が交わされていた。2013年8月25日、小林武と正樹、安津の六名は、宮城県石巻市で開催された、トリコローレ音楽祭2013に出演、合わせて駅前にぎわい交流広場ステージにて、 石巻ジュニアジャズオーケストラに持参した募金を手渡した。2014年1月20日を最後に、泉川丘駅前広場での定例イベントは終了。音が丘創設者である武田が商店街会長に駅前広場の使用許可を正式に返上したため、2011年に1月より続いた音が丘は事実上解散。その後、残党が音が丘の名称を無断で流用し、 創立者の武田に事前にも事後にも知らせることなく、音が、丘3周年記念イベントを、堺市内で開催したが、武田が作った音が、丘はすでに終了した後のことであり、本記事における、音が、丘とは、何の関係もなく、3周年記念というのは誤りで、ある。音が、岡の鉄則は、出演者イコール全員スタッフであり、裏方と出演者の全員がスタッフとして実施する。 音楽イベントであるため、出演のみを希望するミュージシャンはすべて出演を断っていた。また、出演枠は一組あたり30分にステージを原則としているが、当初は15分1ステージもしくは30分1ステージの修行枠も設けられていた。2011年12月18日堺主催によるクリスマスイベントにも音が他の名称が採用された。 同イベント当日は団長、武田真一及び新保翔子の2名が音響スタッフとして協力、渡田祐介、岸尾奈美の2名が音が、丘ミュージシャン代表として出演した。2011年3月以降の参加ミュージシャン音楽以外の出演者、ありがとうございます。